私の名はロバート・G・クーニッシュです。はい。20世紀を生きたアメリカの生物学者だ。私は幼い頃から神童と呼ばれた男だ。あいつが大学始まって以来の天才か？ええ、でもかなりの変わり者らしいよ。14歳でカリフォルニア大学に入学し、18歳で卒業、さらには22歳で博士号を取得した。私を新たな研究に駆り立てる者。また実験に成功したようだね。君は我が子、いや、米国の誇りだ。ええ、ありがとうございます。それは燃えたぎるような野心。私こそが最も特別な存在であり、他の研究者は私に道を譲るべきなのだ。もっとだ、もっと私を称えるんだ。それを証明するため、誰も成し得たことのない偉業を達成する必要があった。それこそがまさに神への反逆。お持ちしました。素晴らしい。そう、死者の蘇生だ。この遺体は4時間前に死んだ男を病院から運んできたものだ。それでは始めるとしよう。かしこまりました。この鍵に見えるシーソー型の装置を使って私は蘇生を試みた。しかし私には明確な理と勝算があった。よし、動かすんだ。鍵は血液循環と呼吸だ。まず止まった心臓を動かすには、はい、血液を全身に循環させる必要がある。この上下の揺れにより血液を全身に行き渡らせ、それと同時に横隔膜に上下の圧力が加わり、肺を強制的に機能させるのだ。そして実験開始から90分後、確かに男の胸あたりが脈動したのだ。やった、やったぞ。そして実験対象に呼吸をさせるよう、私は必死で胸部を圧迫し続けた。しかししばらくして脈は途絶えた。ちょ、運べ。はい。こうして最初の蘇生実験は幕を閉じた。その後も溺死したもの、感電死したものと試行錯誤を繰り返すが、成功には至らず。これもダメか。なるほど。しかし私の中で成功への道筋は着実に整えつつあった。私の考えをより強固な理論とするため、さらに試行回数を増やす必要があった。次の実験対象はいつ来るんだ？それがなかなか提供先が見つからず。チェ。しかし研究室に所属していても、そう簡単には死体は手に入らない。死体がないなら作り出せばいい。ただし犬だがな。犬にはかのイエスが蘇生させたというラザロと同じ名をつけた。つまり私はこの偉業を成し得た時、神と並ぶ存在になるということだ。さあ始めようか。はい。私はこの犬を使った実験を通して、今までの方法をさらに進化させた。前回の失敗は血の凝固によるものだと私は考えた。そのため私はヘパリンという凝固を抑える物質と酸素を加えた血液を輸血したのだ。幾度か検証を繰り返し、確信を得た私はマスコミを呼び、大々的に実験を公開した。本当に蘇生なんてできるのか？失敗したらそれを記事に書くだけさ。世紀の瞬間を全世界に届け、私の偉業を認めさせるのだ。そしてついに蘇生は成功した。これは一大スクープだ。室内は歓喜に沸き、このニュースは世界中を駆け巡った。あとは人間を生き返らせるだけ。私が神となる日はすぐそこまで来ていたはずだった。ロバート、君にはこの大学を去ってもらう。なんだと？実験成功後、世界中から上がったのは、私を称賛する声ではなく非難の嵐だった。実験対象を作るため大量の犬を虐殺していたことが漏洩し、これも私が神となるための生贄だ。さらには蘇生させた犬も脳障害が残り、植物状態だったことも批判に拍車をかけた。だからなんだと言うんだな。異形は多くの犠牲の上に成り立つものだ。第一、あんたらもそれは容認していただろう。大学はこの実験とは一切関係ない。狂った研究者の君が勝手にやったことだ。教授はそう言い残し部屋を出た。こうして私は大学を追われ、地位も名誉も失った。その後、自宅で研究を続けた私のもとに、死刑囚や自殺希望者から蘇生の実験体に志願する手紙が多く届いた。しかしすでにあのマグマのように煮えたぎっていた野心は私から消え去っていた。それから30年後、誰よりも特別な存在になろうとした私の人生は誰にも認められず、密かに幕を閉じた。